くいらっしゃいました。あの、ありがとうございます。ここは物置ですね。あなたのお部屋は？あ、そうで、あなたは狭くて暗いところが好きなんですね。一つ詳しくなりました。あなたのこともっと教えてください。あら、あの机、ここ、潜入道具を作っていたのですか？私も挑戦してみていいでしょうか？ありがとうございます。では挑ませていただきます。何を作りましょうか。そうですね、私を救ってくださったお礼に神秘の宝具を作って差し上げましょう。楽しみに待っていてください。ん？難しい。あれ？おかしい。いた、ドライバーめ。なんで私を刺すのですか？言うこと聞きなさい。もうこうなったらメギド。どうも、私もまだ体が本調子ではないようですね。大変心苦しいのですが、神秘の宝具はまたいつの機会にか。それよりも今はあなたを知ることに時間を割くべきでしょう。あれがあなたの寝台？なんというか、牢屋の塔大差ないですね。これで本当に休息が取れるのでしょうか？本当ですか？確かに牢屋の寝台よりは幾分柔らかそうです。少し座ってみてもよろしいですか？適度な硬さと適度な湿度、なぜでしょう。すごく落ち着きます。ふう、よくも私を半分にしましたね。聖杯などこの金槌で割ってやる。えい、来ない。待って、ダメ。はあ、やだ、また半分に。いやあ、私何か言いました？忘れてください。居心地が良くてつい心が油断してしまったようです。何やらここからも残留思念を感じます。あれでトレーニングをやってもらっていいですか？はい、1212、もっと張り切ってください。そんなことでは世界は救えません。1212、甘えないでください。あなたのためを思って言っているんです。よく頑張りました。見上げた根性です。あなたの日々の生活の一部、確かに見届けさせていただきました。私がこの姿に戻る前から、あなたといろいろな場所に行き、様々な経験をしました。
そのおかげで人間に対する理解が深まったように思います。そして何よりあなたのことがさらに深く分かりました。ありがとうございます。今はもうあなたは牢獄の囚人ではありません。ですが私はいつでもあの部屋で待っています。これは今日のお礼です。受け取ってください。帰るのが惜しいです。もう少しここにいていいですか？